ウッティングアム・アンマーゼーは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、オーバーバイエルン行政管区のランツベルクアムレヒ軍に属す町村である。この町は、公式には3つの地区からなる。このうち小集落や、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。ウッティングに人が定住した最も古い痕跡は、紀元前2世紀のケルト人のボール屋である。ローマ時代には、 クラウディア・ウグスタ街道の脇街道がウッティングの傍らを通っており、この街の定住が続いていたことが推測される。ウッティングという地名は、ゲルマン人の人名、ウート、ウッドあるいはオートに由来する。語尾のイングは、二族すものを意味する。したがって、ウッティングとは、ウッドの配下の定住地を示している。1122年に、ウッティングは、 初めて文献に記録されている。1458年、ベネディクト会のハイリゲンベルク修道院が新設されたことにより、ウッティングはその上位修道院であるアンデックス修道院の所領となった。この村はバイエルン選定工業の一部で、閉鎖、ホーフマルクを形成しており、1803年に修道院が廃止されるまでウッティングが、その首輸であった。 バイエルンの行政改革に伴う1818 18年の市町村例によって現在の自治体が成立した。1972年にそれまではリーデンに属していたホルツハウゼンがウッティングに合併した。ミュンヘンから近くアンマーこそいの牧歌的な立地であることからウッティングやホルツハウゼンには人気の芸術家コロニーが形成された。芸術家グループショールやジンプリー・チ・シムスの メンバーらは、ホルツハウゼンに住み、あるいは長期滞在した。1944年8月から1945年4月22日に、撤廃されるまでウッティングには、ダッハウ強制収容者のランツベルク、カウフェリンク外部収容所群第五収容所があった。収容者たちは、性格工場で強制労働をさせられた。 1944年から1945年4月26日までは第10収容所も設けられ、こちらの収容者たちは航空機の地下工場建設の作業を強いられた。ウッティングとホルツハウゼンの間の道路店の森にある強制収容所墓地には27名の犠牲者の記念碑が建てられている。町長はヨーゼフ・ルッツェンベルガーである。 町議会は16人の議員からなる。ウッティングアムアンバーゼーナツ公園この町最大のスポーツクラブは TSV ウッティングでバドミントン、バスケットボール、アイストックスコーアソン、サッカー、スキー、卓球、体操と様々な種目が用意されている。また、ウッティングにはヨットクラブがいくつかある。ありがとうございます。